中国、泉州天皇宮台湾台南市大天皇宮、横浜マソ病町清宮マソ病は、海の守り神、マソを祭る病で、天皇宮、天皇宮、天皇祠、天皇寺、天皇病、聖母寺などとも呼ばれ、日本では天皇神社としても知られ、中国大陸や台湾の海岸沿い、香港、マカオ、日本、ベトナムなどの東南アジアのその他の場所、および東、 アジア人の海外居住地によく見られる。台湾は魔祖が中国本土以外で最も崇拝している場所である。四川盆地の天候宮は古皇天四川の時に八家の先祖によって建てられたもので、海の神から水上輸送の神、さらには全能の神へと進化したものである。中国南部、中国東部、そして中国全土には魔祖を崇拝する信人があり。 安全な航海が保証されると信じられており、天候群の正面玄関のほとんどは海に面している。伝説によると、天候群は、総王朝の県高四元年3月23日に、福建省泉州保田県強化群に含まれていたの、津島で生まれた。誕生時に特別な兆候を示して、部屋は赤い光でいっぱいで、香りが溢れていた。 彼女は満月まで泣かなかったので、林木と名付けられた。林木は、子供の頃から天気を予測する能力を持っていた。船が難破した時に、彼女はしばしば人々を救助した。陽広氏四年十七歳で、彼は、巣の山から、浮か焦点した。それ以来、しばしば海岸に現れ、無数の人々を救ったので、沿岸の村人たちは彼女を崇拝するために病を立てた。 過去の王朝の君主は称号を与え、天肥として尊敬した。後期22年に、福建海軍の士郎が台湾の定活を攻撃した時に、軍艦が座礁したため、清王朝の兵士たちは天姫に祈って逃げた。後期皇帝はそれを知った時、天肥を天皇に変えた。その後、天皇は、中国と東南アジアの中国社会の領主とすべての船員の、 普遍的な守護聖人になった。一部の漁師は子供たちを天皇に捧げることさえあった。現在、福建出身の林という姓の人々は、天皇が彼らの祖先であり、天皇聖衆とめとして名誉を与えることが一般的になっている。麻生病は、中国大陸、台湾の香港、マカオ、日本、ベトナムなどの東南アジア、その他中国人が多く住む世界の各地にある。 ありがとうございます。